はい、ということでどうもこんにちは、くにです。先日ね、レジェンズ最強キャラランキングを投稿したところ、まあ、かなりね、評判良かったんですが、最強パーティーランキングも見たいっていう声がね、結構あったんですよね。で、まあ、パーティーのランキング順位付けっていうのはすごい難しいんですけど、まあ、ティアーでね、まあ、ランク分けすることだったらね、まあ、できるかなということで今回作ってきました。全部で Z、S、A、B、C の5段階評価で、まあ、今回、まあ、詳しくね、解説していこうと思うのは Z、S、A の、計6つのパーティーですね。で、まあ、最後ね、6つ発表後に、まあ、B と C のね、まあ、パーティーの、まあ、名前とアイコンをね、ざっと見していこうと思います。この動画もね、ランキング動画くらい結構時間かかってね、編集してるんで、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントしていただけると、またね、フェスティバル後半とかのキャラクター追加した後もこういった動画をね、投稿する、作るモチベーションになるんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。はい、ということで、Z ランク1つ目のパーティーが混血パーティー。まあ、ほぼ孫一族なんで一緒に紹介しますね。で、まあ今回ね、おすすめのバトルメンバー、アビ役なんかも、乗して、で、フラグメントも一応まあ僕なりに、まあこれつけるかなって感じのも乗してるんで、参考程度にお願いします。で、やっぱ混血パーティーはね、ご飯のね、びっくりしてる顔の覚醒フラグ、これがマジで強い。基礎なしの打者高上げっていうとんでもないね、バカ火力を発生させてくるフラグメントを、つけることによってご飯ビーストの火力がもうバグります。に加えてね、こっちはもうご飯ビーストのライジング踏ん張りと石腕の踏ん張りっていう踏ん張り2枚で戦うことができるっていうのが強いですね。ただ、踏ん張り2枚っていうね、ライジングに対しての受けは強いんですけど、まあ、なんて言うんだろう、相手の青属性、まあ、特にご飯ビーストですよね。とかの攻撃をもらうと結構壊滅状態になるんで、まあ、噛み合いで一瞬で崩壊させ合うよね、ミラーだったら。まあ、対面になるんで、まあ、そこはちょっと注意が必要かなと思います。ただやっぱりね、ワンコン取れた時のバカ火力はね、全パーティー中ダントツで1位なんで、まあ、そういったのを使いたいよって方は、まあ、このパーティー使うのがいいんじゃないかなと思います。ということで、Z ランク1つ目が混血パーティーでした。はい、続いて Z ランク2つ目が GT ですね。いやー、ついにね、ご飯ビーストのテンプレパーティーに抗える、パーティーが参戦してきたということで、非常に嬉しいですね。で、今回のフェスティバルの目玉キャラの極ベジ4、めちゃめちゃ強いです。特に範囲特殊、があるんで安定してね、やっぱりコンボを取れるっていうのが魅力ですね。さっきね、ビーストのテンプレパーティーもこの GT も使ってきたんですけど、やっぱり破壊力はビースト、安定感はこっちの GT って感じですごいね、分かれてて、まあいい感じのバランス調整になったんじゃないかなと思いますね。うん、フェスティバル始まってね、ビーストを破壊してとんでもない環境にね、さらになっていくんじゃないかって思ったんですけど、こういう感じのね、新キャラというか環境は、まあ、ちょっとマシになったかなって思いますね。うん。で、まあ、アビ役とかバトルメンバーも結構豊富でね、無料覚醒のベビーとかパンとかも全然使えるし、まあ、ゴジ4入れてね、緑3枚、フル4、ゴジ4、そして、極ベジ4っていう緑3枚にすることで、まあ、先ほどのね、ビースト入りの混血にも色的にすごい強く出れたりとか、まあ、全開アビ要員なんかもいるし、体力上げのね、EX 悟空なんかもいるんで、まあ、めちゃめちゃバランスいいですね。赤属性がちょっとね、強いキャラが全然そんなにいないんで、まあ、そこがネックかなっていうのはありますけど、まあ、十分環境最強クラスのパーティーと言えます。はい、続いて S ランクのパーティーになります。劇場ですね。まあ、ほぼ混血とね、変わんないんですけどね、パンとビーストがいるっていう時点で。うん。で、まあ、このパーティーの意図がやっぱり紫枠、ブロリー、ピッコロ、まあ、このあたりの強いキャラクターが使えるんで、まあ、極ベジ4に抗いやすくなるっていうところですかね。うん。で、全開アビ役なんかも多いし、まあ、劇場一括りで見たらやっぱり強力なキャラクター多いですよね。まあ、ちょっと使われにくくはなった龍剣3なんかも全然使おうと思えば使えるし、復活ご飯だったり、ウルゴジだったり。まあ、クーラもね、刺さる相手には刺さる時もあるんで、うん、特に劇場、あ、GT パーティーなんかにはね、クーラの割とね、刺さるんじゃないかなって思ってるんでね。青属性入ってない GT なんかも結構いるんで。なんで、まあ、劇場も普通にね、やれるパーティーっていうか、まあ、全然環境最上位のパーティーにはなってくるのかなと思います。ということで、劇場でした。はい、そして、こっからは A ランクのパーティーになります。ここから、パワーがガクッと落ちます。さっきの Z と S のパーティーが正直抜けすぎてるんで、まあ、ここら辺のパーティーというか、あれはちょっとしんどいのかなっていう感じですが、とりあえず1個目、系譜。そうですね、系譜はやっぱりクーラと、あと復活フリーザっていうね、まあ、強い復活キャラが使えるっていうのが魅力。あとメカフリーザもめちゃめちゃ強いね、交代禁止持ってるんで。うん。って感じかな。ただまあ、ちょっと、物足りなさはありますね。いや、2ヶ月ぐらい前だったら最強パーティーの一角だったんですけど、一気にインフレが進んで、まあ、ちょっと物足りなくなったかなって感じは
あります。新キャラ、まあ、極振りとかが来たらちょっと巻き返せるかな。でも、系譜、強化がね、来なくなったらとことん来ないタグではあるんで、ちょっとこの先心配かなと思います。ただ、スーパーサイヤ人が増えてくれればね、クーラが爆発的にね、強くなるんで、まあ、そういった面の強化も結構期待できるかなというところはありますね。ということで、A ランク一つ目が系譜でした。はい、続いての A ランクが合体ですね。まあ、クーラが減ったんでね、ウルゴジとウルベジめちゃめちゃ強いです。強いですけど、やっぱりね、まあ、Z ランク、S ランクのパーティーよりは、ちょっと劣っちゃうかなって感じはありますね。うん。で、合体の魅力はやっぱね、ゴテンクスっていう体力上げと、まあ、貫突してればですけど、覚醒スーパーベジット。まあ、この2体の体力アビリティがすごい優秀なんで、まあ、異物混入、リーダーでなんか強いキャラピン刺しして使うっていうのがめっちゃ強いと思うんですよね。まあ、ただ今回ちょっとね、ランキング的に異物混入はなしにしてるんですけど、まあまあまあ、まあ合体はでもね、強化は絶対ね、定期的に来るタグなんで、特にフェスティバルでね、まあ合体戦士のウルトラキャラクターなんか結構期待されてると思うんで、そこに行きたいかなって感じですね。はい、続いて神の木。いや、このパーティーもね、2ヶ月前ぐらいめっちゃ強かったんだけどね、特に、クーラ対策のビルスが本当に強かったんですけど、ちょっと青で強すぎるバカみたいなキャラクターが来ちゃったんで、ちょっと霞んでる感はありますね。ただ神の木すごいいいところが、全開アビリティ要因がめちゃめちゃ豊富なのと、やっぱアビ枠最強クラスに強いゴッド悟空が入れれるところ、この辺かな。あとキャラ自体はやっぱね、まあ、普通に使えるレベルで強いキャラクターは揃ってるんで、あと1体2体めちゃめちゃ強い神の木のキャラが来れば、まあ、一気に評価爆上がりするんじゃないかなって感じのタグではあるかなって思いますね。神の木もやっぱ身勝手兆しなんかのユニフラ覚醒なんかも全然期待できるんでね。まあ、近いうちに強化望まれてるんじゃないかなと思います。ということで、A ランク神の木でした。はい、ということで、ZSA のね、パーティーを紹介し終わったんで、全部公開します。まあ正直今の環境ね、根血劇場 GT、このあたりのパーティーがちょっと抜けすぎてて、他のパーティーじゃ結構しんどいなっていうところはありますが、まあちょっと前のね、根血一強よりは結構マシになったんじゃないかなって思います。こっからね、まあ、ZS にね、他のタグも入れるように、強キャラをバランスよくね、実装してほしいなって運営さんにはね、強く期待してますね。で、B のパーティー、人造。まあ、人造に関してはね、まあ、結構やれると思ってて、7、8、やっぱ相方が減っちゃったっていうので、まあ、そんなにね、使えなくなったんですけど、今回ね、GT の17号来て、めちゃめちゃね、強化はされてるんですよ。ただ、強いキャラがやっぱ7、8と、17号だけっていうところで、あと1体ぐらいなんか強いキャラが来ればね、ワンチャンあるんじゃないかなと。まあ、A ぐらいにはいけるんじゃないかなと思います。で、未来。まあ、未来もそうね、まあ、7、8、ホープソード。まあ、あたりのキャラがまあ主体になってくるんですけど、ちょっと古いなって感じですよね、もう今となっては。まあ未来はカマロゼの覚醒とかユニフラに期待かな。カマロゼがね、ユニフラとかで超強化されたら、常時踏ん張り貫通なんでビーストをボッコボコにできるんで、運営さんマジでカマロゼ強化するなら今しかないってぐらいのタイミングなんで、お願いします。で、宇宙サバイバル。まあこれもジレンがユニフラもらったんで、まあまあまあ、そこまで超弱いパーティーではないと思うんですが、まあ、いかんせんパッとしませんよね。弾いたユニフラ出しませんか。で、続いてスーパーサイヤ人。まあ、火力とか爆発力は本当にすごいんですけど、いかんせんパンちゃんがクリティカルダウンとか持ってて、クリティカル発生率下げるキャラめっちゃ増えちゃったんですよね。っていうのもあって、その爆発力がね、まあ、期待できなくなった。し、もう爆発力とかね、噛み合いの破壊力を求めるんだったら、もうビースト使えばいいやんっていう話なんですよね。なんでスーパーサイヤ人はここかな。まあ、ウルゴジの突破力はやっぱ強いですけどね。で、強大な敵。まあ、ちょっと難しいんで、B にしましたけど、まあ、キャラは豊富なんですがね、やっぱ、アビ枠、全開アビ枠とかがちょっと、噛み合いにくくはなったタグな、なってるタグなんで、まあ、このあたりかな。で、C、まあ、再生とベジータ一族。まあ、この二つはきついでしょう。再生はちょっと順部ユニフラもらってね、ちょっと期待されましたが、まあ、期待のね、アルティメットご飯吸収部、実装前めっちゃ評価高かったけど、実装されたら誰も使ってないっていう残念キャラクター。で、まあ、ピッコロさん来たけど、まあ、強いんだけどね、ちょっと、あともう2体ぐらい強いキャラ来ないと、まあ、再生しんどいよなって感じですね。で、ベジータ一族、まあ、極ベジ4一応ベジータ一族持ってるけど、まあ、なんかちょっと結局 GT でよくねって感じになりそうなんでね。ただやっぱマベジの破壊力とかはあるんで、テンプレ根血には一応青通るんでね。で、まあ、その辺はパワー出せるんですが、まあ、
こちらも新キャラ強いキャラ2体ぐらい来ないとちょっとしんどいんじゃないかなというか、まあリーダー機能があるおかげでね、なんかタグで揃えるメリットがほぼなくなっちゃってるんでね、まあ今回追加されたね、GT のね、縛りのユニフラだったりみたいな感じのが今後いろんなタグにも配られたらね、またいろんなパーティーが見れるような環境になるんじゃないかなと期待しております。ということで、最強パーティーランキング、まあティア表ですね、でした。結構時間かかって作ったんで、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで終わります。お疲れ様でした。